ていう感じ。皆さんこんにちは、この授業を担当する第2回目を担当する遠藤正樹です。この授業は建築概論の第2回目です。第2回目もなり、皆さん授業に慣れましたか？慣れないこともあると思いますけれども、徐々に大学生活に慣れていってください。さて、私遠藤正樹の紹介です。ガイダンス動画では2日目の衣装系の中にいました。覚えてますか？そして今日は絵画と建築との関係について話をします。その絵画と建築の説明する前に、僕 の, ごあの紹介がてらに3つの映画を紹介したいと思います。創造と神秘のサクラダファミリア、それからル・コルビジェとアイリーン、水浴のヴィラ、そして天使と悪魔。サクラダ・ファミリアは、バルセロナにあるアントニオ・ガウディという建築家の教会です。この教会は1882年から建設に入っているんだけれども、未だに建設中です。ガウディも1926年に亡くなりました。しかし、その意思を継いで、さまざまな業種の人が力を合わせています。映画はそのドキュメンタリーだったですね。ガウディが登場することはありませんでしたが、どれだけ偉大であったか、この映画から分かったんじゃないでしょうか。ガウディは他の建築家と違って、頭で考えるよりも手を使ってさまざまな実験を通じて、自然の法則を知って、それを建築に応用しようとした建築でした。なんだか好き勝手に形を作っているように見えるけれども、ガウディの形は実は様々な幾何学を複雑に組み合わせてできた形です。これはそれを図したスライドです。残念ながらこのことは3年生の建築計画にの僕の授業で話をしますので、楽しみにしてください。でも、ガウディは本当に天才だったのです。そして次は、ル・コルビジェとアイリーン、水浴のヴィラ。コルビジェって知ってますか？コルビジェは20世紀以降の最も偉大な建築家です。今日のこの後の僕の授業でも何回か登場してきます。注目してください。この映画ではちょっと変人みたいだったけれども、コルビジェはもともと画家になりたかったんだよね。しかし、挫折か建築の方が純粋芸術と感じたらしく、アイリーンと出会った頃にはもう建築家として活動し、画家としての活動を休止していました。コルビジェの面白いところは、特に初期なんですけれども、すごく厳格で、それは彼の宗教の信教の問題もあったんだけれども、禁欲的な建築を設計していました。映画にも紹介されていたサヴォア邸です。がこのスライドです。有名な言葉に、住宅は住むための機械であるというフレーズもあるくらいです。けれど、午前中はアトリエで、この映画に出てくるようなわけわからない絵を描いていたそうです。そんなコルビジェが自由な雰囲気のある、のびのびとしたアーリーンの住宅に嫉妬してしまったというのが、この映画の根底にあります。建築界ではもっとスキャンダラスに語られていることも多いんですよ。例えば、映画にも出てきた丸太構造のカップマルタンの小屋、このスライドにある建物なんだけれども、これはわざわざこのアイリーンの E1027 を監視するために作ったとか。
それにしてもコルビジェの建築に残した功績というのはすごいんです。今日の講義でも語るのでそのことをぜひ知ってください。ちなみにこの非常事態宣言が解決されたら、コロナが明けたら、コルビジェの作品を日本でも体験することができます。上野にある西洋美術館です。この建物ですけれども、ぜひ訪れてみてくださいね。天使と悪魔、これは見たことがありますかね。ローマが舞台になってます。トム・ハンクスが主演です。ローマといえば建築というバロック建築なんだけれども、ベルギーニの聖テレジアの宝悦とかいう彫刻が、見ることができます。それはサンタマリア・デラ・ビトーリア教会なんかに登場するんだけれども、まずそれが描いてくるかな。彫刻の上から落ちてくる光は、この多くの建築家を感動させたと言われています。これがその、聖テレジアの宝悦という彫刻です。サンタマリア・デ・ビットーリア教会にあります。僕も見たんだけれども、本当に感動する彫刻でした。そしてこの映画にはサンピエトロ広場も出てきます。最後にヘリが爆発するシーンの広場です。他にもサンタマリア・ポポロ教会、このスライドにあるようなナボーナ広場、サンタンチェロ城などが登場します。ナボーナ広場には奇祭といわれるボロビーニのサンタニオゼ・イン・アゴネ教会もあるよ。同じ時代でベルニーニとは全然違います。ナボーナ広場の彫刻は少しユニークだよね。広場を賑わいのあるところにそれによってしていると思います。それとラファエロの墓があるとしてパンティオンが出てきます。直径が 43.2m、 2000年前の建物なんですけれども、こうした大きなドームがなぜできたか、どうやって作られたか、1400年、非常に謎でした。建築家の多くがこのパンティオンを経験して感動するんだけれども、それを作ることは1400年間できなかったんで、僕の授業でも数回そのことを取り上げます。皆さん、こうしたことを頭に少し入れて映画を見るとまた違って見えてきます。時間のあるときに鑑賞してみてください。それでは今日の本題、絵画と建築について入りたいと思います。